注意、このゲームはマウスとキーボードを使います。決定会話を進めるメニュー、会話のスキップ、会話のスキップ、移動時高速化、あ、シフト、決定すると次に進みます。あ、ありがとう。アンブレラブレイバー、実況プレイ始めていきたいと思います。不思議なお姉さんに手を引かれて廃墟から脱出するみたいなことが書いてあったんで、やってみることにしました。スタート。アンブレラブレイバー。それが見えたのは4年前、母さんが亡くなった時だった。ゆらゆらと揺れる白い光、それが何なのかわからないまま僕は夜空を見上げていた。などと昔のことを思い出しながら、僕は日の暮れる空を眺めていた。これは置いていかれたかな。僕の通う小学校から少し離れたところにある人の手があまり入っていない山。そこには誰も住んでいない洋館があり、僕と友達数人はそこに、漫画やゲーム機を持ち込み、秘密基地のようにしていた。最高じゃん。最高な時間じゃん。それで、かくれんぼしようと話が始まり、今に至ると。なんだ、重くなったか急にゲーム。思い返せば、なんというか、低学年か、僕らは。え？ねえ、知っている？この洋館には幽霊がいて、その幽霊に気に入られた人は洋館から出られなくなるんだって。最悪だ。ちょっと待って、ゲーム重いかこれ。僕しかいない部屋に突然声が響いた。驚きながらも声をした方を振り返ると、そこには、なんだろう、気に入られたか、何もしてないのに。え、あ、女の人、この子幽霊か。じゃあ、お、 BGM 現れた。どうした。知らない女の人が立ってた。人の家に勝手に入っておいて誰とは言ってくれるわね、君。ここが家？洋館とは言ったが、ここは廃墟も同然、人が住んでいるような清潔さはない。だとすると彼女は幽霊なのか。ま、こんな状態だからね、言いたいことはわかるわよ。君は迷子？私はアメリ。東雲アメリ。君は？日傘コウ。コウ君か。ここは良くないから、外まで送るよ。さあ。そういう彼女は僕に手を差し出してきた。そのままためらう僕の手を握り、彼女は僕の手を引いた。アメリと名乗ったお姉さんのひんやりした手に、現実味が薄れるような錯覚を覚えながら僕は彼女と部屋を出た。始まるな、ゲームが。あ、ゲーム重かったのはなんか設定したら一瞬で治りました。廊下に出るとそこは異様な暗さに包まれていた。正直ちょっとだけ怖い。いや、怖すぎるだろこれ。あ、早っ、飛ばしちゃった。お化けとか妖怪とかが出てきそうな雰囲気だ。おじけづく僕を追い詰めるように、拍手に似た音が響いてくる。本当だ。どうやら外で雨が降り始めている妙だ。さあ行こう。あ、アメリちゃん。ためらう僕をアメリが引っ張る。うん。僕は少しだけ勇気を出すことにした。おー、ユー。ユーじゃねえわ。こう、勇気40、攻撃1、SP、戦うやつだ。セーブできる。あ、アメリってこの家に住んでるの？うん、普段は地下室にいるんだけどね。あ、そうなんだ。あはは、ちょっと変だよね。え、地下室なんてあるの？秘密基地みたい。いいな、まあね。なんか海外ドラマとか見ると地下室とかよく出てくるけど、だいぶ憧れるよね、あんな。ふふ、そうだね。あ、でも、もう勝手に入っちゃダメだよ。はーい。じゃあ行こっか。あ、手繋いでる。どうしたの？さすがに何度も話しかけるのは良くないかな。いや、仲良くなろうよ。いや、なんでも。セーブとかってどうやってやんの？喋りかけれたりはするわけか。前に進む。セーブある。あ、進んじゃった。ここら辺押したのに。歩数1。いちいち喋りかけてみる。特に話題がない。いや、もういくらでもあるだろ。初対面だろ。いくらでも喋れるだろ。あれ、傘。最近不法投棄が多いのよ。え、どこが傘？一体誰かしら。人の家にお菓子のゴミやら漫画やら捨てていくのは。ああ、僕はそっと傘を拾った。お前らなんだ。まあ、秘密基地にしてたみたいな話だったもんね。それ持ってくの？うん、犯人は多分僕らだし。僕は傘を手に入れた。あ、戦うのか。行こっか。行こっか。うん、装備とかはしなくていいの。攻撃力1のまま武器傘。どうしたの？アメリちゃんに話しかける意味がないのかこれ。傘以外落ちてねえか。斧とか欲しいけど。二人で手つないで歩いてる。でも手は握れるってことは幽霊とかじゃないのか。特に喋りかけても意味ない。てか、セーブしたいんだけど、アメリちゃん、俺。
わあ、ゲバゲバ良いな、エミが、エマ、前が見えないよ、前が見えないよ、バケバケって言ってるわ。ハサカサから読むと。それは突然現れた。小さい頃に読んでもらった絵本から飛び出たような姿に、何を言ってるかわからない変な言葉、まあね、反対の言葉とか使われたとしても一聴しちゃわかんないもんね。まあで、どうしたいの、お前戦いたいのか。あまりの出来事に僕は固まり、変な声を出してしまった。そりゃ出すわな、戦うのかな。 お化け、そうとしか言いようのないものに、僕は思わず傘を強く握りしめる。傘で勝てるか、当たんのか。ノーマル攻撃はゴーストタイプに当たんないだろ。バケバケ、そいつは僕のことなんて見えてない様子で、ふわふわと揺れながら通路の先へと消えてった。あ、消えてくんだ。あ、あいつ、コウ君も見えてるの。なるほど、なるほど。コウ君お願い、あいつ追っ払ってくんない。あ、任せて。僕がやるの。この先ああいうのがよく出てくるでしょ。それに君、武器っぽいの持ってるでしょ。傘は武器ではないぞ。大丈夫、大丈夫。彼らは強いものに弱いの。強いもの？いや、それって普通のことじゃ。違う、違う。強いイメージが大切ってこと。これは強いものなんだって思い、そういうのに弱いのよ。あー、得意だよ、そんなこと言ったら。じゃあこの傘がエクスカリバーだと思って振ればいいの。めちゃくちゃ得意だよ、そんなの。想像力だけで生きてんだから。強いイメージって傘で遊んだ時みたいにってことかな。まあね、刀とかにして遊んだりするもんね、ちっちゃい頃って。ふと漫画のワンシーンを思い出した。それは勇者が剣を構えて魔物に向かうというもの。僕もその勇者のように傘を剣に見立てて握り直す。さあ戻ってきてよ。え、まず剣に名前つけようぜ。なんか、何にする、お前どんな剣がいいの。フラン剣とかにする。え、何これ、ターンゼロ、ふわっとしてる。攻撃を行う、相手を驚かせて敵の特定の行動を別の行動に変更。へえ。頭使う系か、自分の能力を高くする。あ、バフね、これは。SP3 あるとき必殺技で攻撃する。今 SP は0なのか、それともこれが3なのかが分かんないけど。アメリちゃん、喋りかけられない。敵はじゃあ通常攻撃してくるってことか。じゃあ相手を驚かせてみるか。わおお、特殊になっちゃったよ。あー、え、なんだえ、どうするどういうゲームなんこれ。じゃあ相手が特殊の時に1回攻撃してみるか。どうなんのか。2て、勝てん勝てん、2じゃ。おい、2じゃ勝てんぞ。じゃあ特殊で攻撃不正で3ってなってるけど、使いすぎちゃダメとかあんのか。まあ自分の能力高くする。あ、 SP 溜まったな。で驚かせる。わ、あ、3になったら強くなったのか、なんか。でバフ、必殺技で倒してやるよ。わなんで2回やってんだろう。相手の特殊は何もやってこないとかなのかな。わ、なんかすごいフルになった。くらえ、必殺、なんだ、19、30、マイナス21。お化けは闇に消えていった。勝ったよ、勝ててよかったよ、アメリちゃん。ねえアメリ、ん、どうしたの。さっきのお化け見たの何なの。彼らはここに住み着いてる思いみたいなもの。あ、思いを消していいの。私もよく見るけど、いたずら好きで気まぐれで、でも食べると結構美味しいんだぞ。お前、あいつ食ってんの。食べるの、お化けよ。嘘嘘、お姉さんジョーク、お姉さんジョーク、趣味悪すぎるだろ。本当かな。さあ行こう、もう少し歩くからね。あ、こういうゲームね、わかった。あ、で SP とか元に戻っちゃうんだ、当たり前か。あのお化けなんか言ってたね。思いの塊だからね、そりゃなんか言うわよ。まあ何言ってるのかわかんないけど、何か法則がありそうな、ないような。ちなみにあのお化けはバケバケ、お先真っ暗の絶望感が集まったお化けね。あ、そうなの、怖っ。マシュマロのような触覚と食感とバニラアイスに蜂蜜をかけた味がするわ。本当に食ってんじゃん、本当に食ってますね。それもお姉さんジョーク。どうかしらね、こわ。なんか肩の力抜けるな。僕はなぜか勇気を取り戻した。勇気って何？ HP なん、フルだったけど。どうしたの。あー、1回しか喋りかけられないのか、これ。基本的にワンフェーズ1みたいな。歩数7。セーブとかってさ、あ、できるんだ、よかった。まあ音量とかはいいか。あ、なんだなんだ。いや、かわいい、レイマル、ワニュー。わ、犬の幽霊。これを見て犬って思えるお前の感性狂ってるぞ。彼はレイマル、名前つけてんの。女の子にモテなかった切なさと、女の子からかまってもらえるプリティボディが欲しい。
そう男の子が強く念じた結果生まれてしまった哀れな存在。まあ確かにこういうぬいぐるみあったら好きな人は好きか。それは同じ男子として同情するようなしないような。ちなみに尻尾がもちもちしてて美味しいの食うんだ女の子にモテたいってそういうことじゃないけどな。ワニュ、あ、ビビってる。何度でも生えてくるし。ワニュニュ、恐れてる。めちゃくちゃビビられてる。あ、逃げてった。残念。いや強いな。まあそれは置いといていこっか。いや、あなたがすごいわ。あ、で、喋りかけれないんだな。いっぱい喋りたいけど。アメリってさ、結構食いしん坊だよね。歩数によって会話増えるんだ。そう、そんなことないよ。そんなことありそうだね。女の子になんてこと言うのさ、君は。え、何か悪かった？悪い。そりゃこんなところにいれば食べることが娯楽にもなるけどさ。やっぱり食いしん坊？ガジガジしてやろうか。いや、可愛いな、こいつ。ごめんなさい。よろしい。いや、会話狂ってんな、お前ら。じゃあ行きましょ。行こうか。どうしたの？まあ、一歩進むごとに一喋りかけぐらいするか。普通こういう時なんて無限に喋りそうだけどな。いろんなこと喋っちゃう。なあ、感触玉。膨らみそう。膨らみそうなの。膨らむの。補助。あ、バフか。自分にバフ。必殺技使うじゃん、こいつ。じゃあ、それまでに俺もバフかけとくか。バフ。何したの、お前は。はい。バフ。で、特殊攻撃やってくるか。俺も特殊攻撃かます。で、必殺技を封じる。驚かせてやる。どうだ？びっくりしたか？あ、爆発した！どういうこと？嫌な予感って書いてあったな。まあ、で、攻撃も特殊で防ぐ。相手に攻撃させなきゃ。うわ、攻撃してくるんだ。え、これ防げるわけじゃねえの？確定で。俺確定で防げんのかと思ってたわ。ウール。結構ダメージ受けちゃったら必殺食らえ。いや、必殺技が強えわ。怖かったね、アメリちゃん。あの人根、なんであんなに膨らんだんだろう。ああ、あいつは感触玉。人類のストレスが集まって生まれたお化けね。すごいな。恨みの塊ってこと？ストレスって溜まると爆発するでしょ？そんな感じじゃない？そんな感じかな？バーンって感じだったもんね。口の中で弾けると、パチパチキャンディーみたいで楽しいわよ。そうなんだ。ポッピングシャワーみたいな感じってこと？食べるの。やっぱり食べるの。何でもかんでも食べちゃうんだ。じゃあ、アメリちゃんが一番強いの？この世界で。僕はなぜか勇気を取り戻した。あ、よかった。あ、でもあんま回復しねえんだ。40だったもんな。ま、いいか、行くか。あ、一応セーブしとくか。エンディング分岐ありますって書いてあったから、多分どっかで分岐すんだ。喋りかける、喋りかけないと見てるけど、今んとこ。アメリの髪型ってさ、ちょっと変わってるよね。そうそう、そういうところから会話増やしてこう。え、そうなの？でも変わってるってよりか、もう褒めるところから絶対やった方がいいと思うけど。自分でやってるんだけど、似合わないかね。めっちゃ似合ってるよ。学校でそういう髪の人見たことないだけだけど、似合ってると思うよ。そっか、よかった。あの、僕変なこと聞いちゃったから、主人公の性格ちょっと変だね。うんうん、大丈夫。それじゃあ行こう。あ、いい、行こっか。まあ、進むか。ずっと手つないでる、二人は。アメリちゃんは俺が戦ってる時何やってんだろう。コウ君ってさ、結構美味しそうだよね。やめてよ。冗談じゃなさそうに聞こえんだけど。なんて言うの？程よい筋肉感？あ、筋肉あるんだ。え、怖い。冗談冗談、食べたりしないよ。ちょっとドキリとしてしまった。いや、食べるって本当に文字通り食べられるぞ。ドキリとしてんなよ。いいのか、それで。食われるぞ。最終ボスアメリちゃんか、まさか。そういえば、コウ君って私のこといきなり下の名前で呼んでるよね。あ、確かに。最初は東雲さんって呼ぼうと思ったんだけど、なんかしっくりこなくて。そっか。確かに、コミュニケーション能力高いのか。いや、良くないのか。距離感バグってるやべえやつなのかな。だからもう少しあだ名みたいにしようと思ったけど、しのお姉さん、しのあめとかなかなか決まらなくて壊滅的なセンス。しの、下の名前で呼ばれるのが嫌ならしのお姉さんにするけ。アメリって呼んで。あー、なんか変な連想してんな。うん、会話がよくわからん、この子たちの不思議な会話してる。しのお姉、なんか死を連想しちゃダメなのかな。なんかそういう制約があんのかな、もしかしたら。全然敵出てこないね。しのお姉さん。いや、全然会話も進まない。ただただ、無言で二人が手つないで歩いてる。怖い状況なんだけど。いいの？何歩進めばいいの？僕たちって。全然喋ってくんない。
いっぱいあるだろ。今日初対面なの。あー、何これ、メリーさん。あ、メリーさんだ。こっちに来る。特殊が赤く光ってんな。まあ、一旦バフかますか。何してくるか見よう。あ、どんどん迫ってんな。驚かせてやろう。はどうだ、びっくりしたか。私メリーさん、今あなたの後ろにいるの。後ろにいた必殺技だ。でもダメージそんななかったな。攻撃か。驚かせてみようか、もう一回。はどこで驚かせればいい。いや、全然攻撃してくる。この驚かせるがあんま意味ねえか。相手を驚かせて敵の特定の行動を別の行動に変更だもんな。まあバフ入れるって必殺技で倒すしかないよな。必殺技で。はい、フル食らえ。いや強っ。でも攻撃で殺す。よし、お化けは闇に消えていった。まあ勝てるか。でも HP が心もとない。こ、怖かった。ナイフも幻でよかった。ナイフ幻だったんか。彼女はメリー。あ、まあ大体わかったよ。おままごとに昼ドラ要素を持ち込みたくて仕方ない。でもそれを言い出せない苦しみが募ったわ。思いのお化けよ。難しい。少数じゃない、ごく少数じゃない。昼ドラって何。学校の時間にドラマってやってるの。やってるよ。お前昼ドラ知らねえの。コウ君はまだ知らなくて、昼ドラは誰でも知ってるだろ。夏休みとか昼ドラ見たりしねえの。ええ、保健体育と道徳の授業しっかり受けたらスマホで調べてみるといいんじゃない。あー、そうなのか。昼ドラって意外とそういう感じなの。ちなみにメリーはどんな味するの。いやいや、さすがに人の形をしてるお化けは食べてないって。あ、そうなんだ。そういう分別はあんだ。やっぱり他のは食べてるんだ。僕はなぜか勇気を取り戻した。6、22で勝てるか。メリーさんの火力高かったな。で、全然お話はできない。もうこの段階でダメージ受けた量によっては詰んでる可能性もあんのかな。ちょっとやだな。そういえばアメリって漫画読むの。そりゃ読むわよ。どんな漫画。最近はね、少年漫画ね。世界の罪を背負わされたお姫様を助けるやつとか。どういうやつ。世界の罪を背負わされたお姫様を助けるやつ、なんだろう。流行ってんのそれ。それ僕らが置いてった漫画じゃん。あ、そうなんだ。彼女が願いを叶えられるから彼女に全て押し付ける。そんなのはただの身勝手じゃないか。そんな主人公が熱く語るところが良かったわよ。あの、もしかしてアメリ、あと次の巻楽しみだからよかったら持ってきてね。ああ、うん。亡くなったって友達が言ってたけど、アメリが拾ってたんだ。あ、そうなんだ。まあ、持ってきてやるか。漫画とか好きなんだ。俺らが来てることは知ってたんだ。じゃあなんか地獄へ誘われてる可能性もあんのか、これ普通に。アメリってさ、どうしてここに住んでるの。住んでいるというか出られないの。え、どうして。あはは、忘れちゃったかな。そっか、一緒に駄菓子屋に行ければと思ったのに。駄菓子屋へ。嘘、この町駄菓子屋残ってるの。うん、学校から少し歩いたところ。もしかして行ったことないの。ないない、いいな。私駄菓子屋行ったことないんだよね。ね、駄菓子屋ってあんまないよね。俺もなんか学校の帰りとかにめちゃくちゃ遠いところに駄菓子屋一個だけあって、そこによく行ってた思い出あるわ。駄菓子屋ってなんかワクワクするもんね。駄菓子買ったりいろいろ遊んだりできて楽しいよ。おう、うん、私も行きたい。今度一緒に行こうよ。あはは、うん、そうだね。行けないんだ。行けないし、いや、二通りあんだよな俺。このアメリちゃんは誰かを犠牲にしないとここに出られない可能性があって、そのために俺をどこかに連れてってるか、あの一番最初言ってたみたいに幽霊に気に入られたらそこから抜け出せなくなるって話だったから、アメリちゃんは寂しいからコウ君を連れ込もうとしてるみたいな。二通り今考えられる。さあ進むか。じゃあで、会話は相変わらずできねえから前に行こうか。いや、なんかこの無言なのにもアメリって外に出て何かやりたいことがあるのに、外に出られないやつによくこんな質問できるな。突然どうしたの。さっき駄菓子屋の話をしてた時すごい悩んでいたみたいだからさ、なんか他にもやりたいことがあるのかなって。嫌だな、私そんなに顔に出てた。そんなにってわけじゃないけど。じゃあ私のことじっくり見てたわけ。まああまりにも可愛いから。違う違う。ほう、それで結局何かあるの。そうだね、外に出て星が見たいかな。あ、星が見たいんだ。そうなんだ。もう少しで外だからね、行こうか。うん、星が見たいか。じゃあ星を見せてやんのか。じゃあ一緒に星を見に行く約束しなくていいのか、ここは。まあ俺も出られない可能性あるけど。何歩進んだら終わんだ。
特に会話はない。一個も会話せずに進む可能性もある。全然、まあ、とりあえず今回はこのルートで行こう。勇気がめっちゃある。全然仲良くならないってのは絶対あると思うんだよな。だってこうやって会話できる要素があるんだもん。あ、玄関ついたよ。玄関とかあんの。あ、うん、雨まだ降ってるみたいだな。アメリ、一緒に行こう。行けんのかな。喋りかけられない。前に進む。最後のボスはアメリなのか。誰？え、何あいつは。俺じゃん。俺自身じゃん。さっきから必殺技のエフェクトで出てた俺じゃん。何、もしかしてもっと私といたいの。ちょっと待って、見たことないお化けね。お、コウ君にそっくり。何何、もしかしてもっと私といたいわとか。どういうこと、どういうことな。ドッペルゲンガーってことこいつ。いや多分違うと思うけど。そこはもうちょっとためらってほしかったな。そうだよな。だ、俺を倒して二人で出るんだ。いいのお前。どういうことだ、何なのお前。何なの。かっけえこと言ってんじゃん。何、操られてるかなんかの。目の前の僕が鏡写しのように傘を構える。わあ、剣になってる。だけど僕の持つ傘はぐにゃりと歪み、まるで漫画で見たような剣の形の影が浮かび上がる。傘が漫画で見た剣みたいに。コウ君気をつけて。なんかすごい奇妙に睨みつけて。でも俺を倒して二人で脱出するんだとか言ってくれた。そう、うん。え、戦いになった。僕にそっくりだ。攻撃してくるな。驚かせてやる。わあ、どうだ、攻撃してくる。普通に攻撃してくるわ。まあこれやるしかない。もう必殺技。何されたの今。おい、何されたんだ。はい、北条。あ、北条に徳入れんのか。まさか徳。いやー、なんだ相手が有利。おい、相手が有利だってこれ。で攻撃してくるから、まあ一応バフ入れて必殺技で落とすぐらい。15。え、勝てん。お、勝てんって。僕の勇気はくじけた。負けちゃった。うわ、僕はその場でしゃがみ込んでしまった。体は痛くない。でも怖さが体の内側から湧き出して体が動かなくなってしまった。ああ、そこまでだよ。ダメだよ。君のことはわからないけど多分それはダメだよ。え、なんだ。僕の姿をしたお化けは何も言わず姿を消していった。大丈夫コウ君、もうそこが出口だから。え、それじゃあね。もう来ちゃダメだよ。え、進むの。僕はその場から逃げ出すように走り去った。ただただ自分が情けなかった。この日以降僕はこの洋館を避けるようになった。あ、もうアメリと会えないんだ。あ、月日は流れ、僕は、いや俺は中学生になった。いや別に僕はでいいだろ。なんで中学生になったら俺はに進化すんだよ。自分の中のルールがあんのかな。もうあの日のことは時々思い出す程度になっていた。そっか、負けるルートもあったか。それでも自分の情けなさ、無力さは傷として鮮明に残っている。俺は失敗したのだ。もっとうまくできていたのではないか。あの日のことを思い出すたびに後悔が胸をすく。なあ、こう知ってるか、あの洋館取り壊されたらしいぜ。そっか。しかもさ、そっから白骨死体が見つかったんだって。マジか。脳裏に彼女の姿がおぼろげに浮かぶ。もしかすると白骨死体というのは彼女のことなのかもしれない。あ、見つけて欲しかった系か。夕焼けの光、あやふやな顔。あの時の彼女はどんな表情をしていたのだろうか。死んでしまったのか、それともすでに死んでいたのか。あの時もっと勇気があれば。いや、彼女は幽霊だったんだ。そういう思いだったんだ。だからあの時はどれだけ頑張ってもどうしようもなかったんだ。そう思わないと後悔で潰れそうだった。あの時の自分に何ができたのだと言い訳を心の中で吐き出してはため息に変え、今の俺にはもう彼女を救うことはできないのだと、そう窓の外を眺めながらぼんやりと思った。クローズドエンド、秋の終わりと傷。クローズしちゃった。戦闘直前に戻りますか。はい、通路の始めからが右、ヒント部に寄ってから。いや、ヒントはいい。勝つ HP そのままなんだ。まあ、特殊でなんかやってくるからバフは積んどいた方がいいのかな。攻撃はしてきたけど、ここで特殊意味なかったから、もうバフを入れます。ここでで特殊がザザザってやってくるから、特殊に特殊入れてみる一旦。あ、意味なかったんだっけこれ。意味ないもんな。同じでバフで相手のバフも消せない。あ、なんかバフダメージ受けたか今。バフはダメージ受けんのお前。はい、
バフん時にダメージか特殊か、オッケーオッケー、一旦覚えた。で必殺食らえ。いやでもダメージが全然相手の方が強い。え、これ勝て、もう勝てんのじゃねえか俺。はい、攻撃防げないもんな。いや防げん防げん、くじけちゃう。いや勝てんかったわ。ちょっとヒント見るか。じゃあ通路の始めからもやりてえが、シフト左クリック最適化できんのかな。なんか一日一ゲー、どうやら負けてしまったようだ。負けたし勝てそうない。特殊な形式なバトルだし慣れないうちは仕方ないわ。それじゃあコーイン先輩のアドバイスタイム、イエイ、どんどんパフパフ。コホン、バトルのコツは3つ。1つ敵の行動は完全パターン性、覚えたもん勝ちよ。いやでも覚えてもどうもなくない。2つ、特殊行動はどんどんに試しなさい。ボス以外は何かしらの行動が変化するわ。ボス以外は、ただ赤くなったところに特許言っても不利になるから注意な。そうだったんだ、使ってたな。3つ目は諦めないこと、諦めてないよ。以上よ。いや全然ピンとこねえ。おお、だってこれ14じゃ勝てんだろ。まあロードするか。じゃあだから勇気が40を保たなきゃいけないってことだよね。まあ一応バフだけガンガン貯めてっていう感じでいけそうだ。てかバフでもこれ勝てんじゃねえか。あ、必殺技の前に驚かせるといいんだっけ、爆発すんだっけ。バーンで21食らって必殺で倒せる。ノーダメージ、そうか、ここはノーダメージで、ノーダメージじゃない、11受けちゃった。ダメな、ダメっぽいな。回復とかないんだもんね。普通攻撃倒せるけど、まあ、バフは絶対、バフ絶対。必殺技はなんとかするのが特殊、まあ、バフ3つ貯めるよな。これ必殺技はどうしようか。特殊だ、そうか、必殺技の次の攻撃をどうにかするのか。これ驚かせると攻撃ができなくなるか。いやしてくるじゃん。結構15も食らってるわ。え、じゃあどうやって勝つの。ノーダメージとかないのか。ノーダメージとかなそうか。それかも攻撃ガンガンやってくのか。だってこれ攻撃しとかんとダメだもんな。まず必殺技ここで使うと足んないよな、イメージが。普通の攻撃12。いやこれ勝てるか、これ。で攻撃すると倒せたりする？いや倒せんよね。結局ダメージ受けちゃう。14。じゃあメリーさんの、このメリーさんの状況の時俺 HP34 だったから、こっちの方がいいから、ちょっとこっちでメリーさん退治するわ。でメリーさんをなんとかする。これ驚かせるとどうなる？衝動。赤は必殺技になっちゃったよ。いやきっつ、これじゃダメなんだ。今のはダメだったよってことなんだ。ダメなパターンあんのか、これは。一応もうだからいっぱい試せって言ってたから試してみるか。どこに入れるといいのか。え、なんか回復した今。テロレロレンって言ったぞ。いやこれむずいな、このゲーム。はい、一発で倒せたけど HP14 じゃダメだよな多分。勇気回復しても19じゃ、ここだって22だもんな。こっちの方が良かった。あ、そっか、序盤で負けたわ。ごめんコウ君、無理させちゃったね。目をつぶって、そうすれば彼らは見なくて済むから。大丈夫コウ君、私がちゃんと出口まで連れていくから。優しい。アメリにそう言われて目をつぶり、改めて彼女の手を握る。手を引かれ僕は廊下を歩いていった。あのお化けたちはすぐそばにいるのだろうか。目をつぶっているので彼らを見ることはできない。何か音もしていた気がするが、それもない。不思議と自分の足音しか耳に入らなかった。ついたよ。うん。それじゃあね、もう来ちゃダメだよ。僕はその場から逃げ出すように走り去った。ああ、ここ変わらんのかな。あ、変わんねえな。いや、ちょっとマジでノーダメージぐらいでいかんと無理かな。やっぱメリーさんしかねえか。メリーさんパーとか、なんとかできるとしたら。34だもんな、HP が。とりあえず、バフ積むぐらいしかないけどな、でも。え、勝てんのかこのゲームって、そもそも。で、攻撃を、特で防ぐ。やってみるか、まず。で、防げなかったもんな、これ確か。そうだよな。
で頬を防ぐのか、一歩下がったのか、必殺。え、結局ダメージ受けちゃったけど、いけたな。26、さっきより HP 余ってるか。じゃあこれでいってみるか。33ならいけそうか。いけそうだな。トライアンドエラーですね。じゃあ33で勝つか。まず攻撃してくる。で、赤は何やっても無駄なら一旦バフ OK。 バフは入れてある。でも補助にバフが入ってるだけ。もう一回バフで、なんかやられて、これなんかバフみたいなのが特計させられたんだもんね。で補助入れる。必殺技貯めるしかないもん。でここで必殺行くしかないよな。まずは15しか入らん。これ2とかにしないとダメなのか。必殺技1連だと1しか当たんない。解く。どうだ、攻撃は当たんだ。いや勝てるかこれ。まあ、バフだよな。でここを耐えたギリで、バフしっかり入れる。相手はなんかめっちゃバフ入れてくな。これで必殺技2になった。これでどうだ。でもやっぱ HP があればなんとかなるな。ぐらえ。いや勝てた勝てた、よかった。お化けは闇に消えていった。いやむず、勝ててよかった。さあこの扉を開ければ外だよ。よかった、アメリも一緒に外に出よう。私は無理だよ、出られない。そんなことない。思わず僕はアメリの手を掴んだまま彼女を外に連れ出そうと手を引いた。どうしてだろう、彼女の諦めた言葉に僕は苛立っていた。ちょっとコウ君待って、死んじゃうんじゃね。そうして僕らは二人で外に出た。その時だった。僕の手から彼女の手の感触が突如として消えた。あ、やっぱ無理なんだ。どうして。ごめん、そういう決まりなの。お父さんとの。お父さん、驚かせてごめん。今度駄菓子屋のお話聞かせてね。ごめん、無理やり引っ張っちゃって。ううん、じゃあね。うん。何かが心に引っかかっていた。それは彼女の寂しそうな笑みを見たからだろうか。ただこの扉を開ける理由がない僕は傘を差し家に帰ることしかできなかった。何エンドなんだ。帰り道僕は夜空を見上げた。ただそこに星はなく、分厚い雲がどこまでも星を隠している。アメリは星が見たいと言っていた。そんなものは晴れた日に窓の外から見ればいいじゃない、いいだけじゃないか。それができないというのはどういうことなのだろうか。わからない。正直僕にはわからなかった。写真撮ってってやろうよ。しばらく歩いて家に帰ってきたが、父さんはまだ帰っていないようだ。多分仕事が長引いてるのだろう。僕は冷凍庫から冷凍食品の弁当を一つ取り出し、電子レンジに入れ、スイッチを押した。ママがいないのかな。弁当が温まるまでぼんやりと自分の部屋のベッドで横になる。雨の音が聞こえる。一人でぼんやりと雨の音を聞いていると、あの日のことを思い出す。そう。あれは母さんが死んでしまった時のことだ。やっぱそうなんだ。お葬式の葬儀場で肩を落とす父さんを見て僕は。父さん、僕、お母さんの代わりにもっと頑張るよ。だから元気を出して。泣いちゃう泣いちゃう余計。どうしてその時そんなことを言ったのか。多分その時は父さんに元気になってほしかった。それだけだったと思う。僕の言葉を聞いた父さんは一瞬嬉しそうな顔をしたように見えた。けれどもすぐに首を振り僕に顔を寄せた。こうはこうだよ。母さんじゃない。大丈夫、お父さんがお母さんの分も頑張るから。いい家族すぎるだろ。そういう父さんの顔は悲しそうに、それを隠すような微笑みを浮かべていた。いや、そういうの分かっちゃうよね、子供って。なんか大人の機微みたいなのって。ワニュ、いや、レイマル、お前なんで来たの。うわ、なんで僕の部屋にいるの。ぼんやりと天井を眺めていると、見覚えのあるプリティボディが視界に飛び込んできた。ワニュ、よくわかんないけど、もしかして館の場所わかんなくなった。なんで俺についてきたの。バカなのかよお前。コクコク、なんでだよ。うーん、それじゃあ明日もう一回行ってみようか。またアメリに会うのか。そうして僕は夕食を食べ、今日は休むことにした。少しすると父さんも帰ってきて、夕食を用意できなかったことを謝られた。いや気にすんなよ、父さん頑張ってくれてるから俺が飯食えんだろ今。僕はアメリのことを話すわけでもなく、ただじっと脳裏に焼き付いた彼女の顔と昔の父さんの顔を思い返していた。そうして翌日、ゆっくり休んだ僕は仕事に出たお父さんがくれたお昼代を手に家を出ることにした。
今日は土曜日だ、学校もない。僕はレイマルと一緒に昨日の洋館の前に来ていた。見上げれば雨はまだ止んでいない。いや、なぜだろう、全く止む様子が見えない。手には傘と途中立ち寄った駄菓子屋のお菓子。もしアメリに会えたら、これを渡せば喜んでくれるかもしれない。ああ、レイマル。僕が扉を開けるとほぼ同時にくっついてきたレイマルが館に潜り込んでいく。ここまで送ってあげたのに薄情な。僕は少し呆れながらも、傘を持つ手に力を込め、館に入っていくことにした。窓なし通路。HP 回復してる。ま、話す相手もいないし、ひたすら進んでいくのか。アメリいる？返事はない。もう少し奥にいるのかもしれない。うん、昨日アメリに会った部屋まで行ってみよう。あ、てっきりもうエンディングかと思ったけど、まだなのか。結構ボリュームあんのか、このゲーム。前に進む。